今回は、フマキラー囲碁女流ブレーンズマッチ決勝を見ていきたいと思います。黒番が謝依旻七段で、白番が仲邑菫二段ですね。ですぐに三三ですね。で、こちらに跳ねて、手つけていきましたね。で、白は下辺に石を持ってきましたね。で、こちらに打ちました。で、ここに桂馬に打ちまして、白打ち込んできましたね。戦いが始まりますね。で、こちらに打ちました。で、黒、この手が厳しい手でしたね。まあ、ここでは、黒いろんな打ち方がありまして、例えば上辺開いて打つのも一局ですし、まあ、じっくりこちらに詰めてるのもじっくりとした攻め方で一局なので、いろんな打ち方があるところなんですけど、まあ、実戦、厳しい手を打ちましたね。いきなり行きましたね。で、こちらに打って、跳ねましたね。で、飛びまして、白が上辺入ってきましたね。で、こちらに打った手、この手が厳しい手でしたね。まあ、この手は下辺の白を広げながら真ん中の黒を攻めた手ですね。で、黒つけて、こちらに反撃してきましたね。この反撃も相当厳しかったですね。なので、白こちらに打ったんですけど、まあ、上辺もう一手守ってる手もありましたね。二間ビラキぐらいに打っといて、冷静に守ってる手もありましたね。まあ、この手もいい手なんですけどね。まあ、黒のね、反撃、この反撃結構厳しかったですね。で、真ん中のね、戦いがどうなるかですね。で、こちらに覗いたときに、こちらに反発しましたね。反発したんですけど、この出て切る手が、相当厳しかったですね。なので、まあ、ここでは、覗きなので、繋いでる手も冷静でしたね。これで黒の次の一手相当難しいので、まあ、こう打って相手の手を、見る手も冷静だったのかなと思いますね。で、実戦は反発したんですけど、出切られて、結構白薄いんですね。このつける手があるんですね。で、当てまして、切りまして、白こちらに打ったんですけど、これ黒つないでくれないんですね。この時に、こちらに黒が打った手がめちゃめちゃいい手でしたね。まあ、この手によって真ん中の黒が無条件で助かってるんですよね。白が取った時に当てまして、白がツグと、こちらにつける手がありまして、で、白が切っても、外から当たりをして、当たりをして、こちらから当てて、これ白全部取れてるんですよね。こういうふうに追っかける手がありまして、白逃げることができないんですね。まあこれで取れてますね。なので、これで白石を取れてるので、真ん中の黒助かってるんですね。
で、こちらから出て取れてますね。で、白だけが一方的に弱い状態なので、これ花見コウという形で、まあ、ここで黒が少しポイントを取ったのかなと思いますね。で、黒としても序盤に隅の陣地を稼いでますので、地合いでも黒が優勢なんですね。で、白としては真ん中の白石も弱いですし、上辺の白石も弱いので、結構真ん中の戦いも白苦しい戦いなんですね。こういう攻める手が厳しいんですね。で、こちらに打って。こちらに打った手厳しかったですね。で、こちらに打ちまして。取った手が冷静でしたね。これで上辺の白が相当危ないんですよね。で、白こちらに打ちまして。まあ、白反撃ですね。反撃したんですけど、この一間トビ冷静でしたね。まあ、この一間飛びで右辺の方ね、渡ってるということですかね。で、こちらに打って、跳ね継ぎを打って、切りまして、まあ、黒手堅く打ちましたね。で、この置きを打ったところで、白が投了して黒の中押し勝ちとなりました。これはですね、いろんな石が危ないんですね。この真ん中の白石も危ないですし、上辺の白石も白手抜いてますので、どっちも助けるっていうのはちょっと難しいんですね。投了も仕方ないのかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。